久野康成の毎日が有給休暇。本日の格言はこちら。大切なのはこれからやろうとしていることではない、今やっていることだ。どういう意味ですか、近藤さん。これは今に全力ってことですね。今に全力だよね。まあ我々ね、これからいろんな企画を持つわけ、たくさんの企画を持って、これからあれもしたいこれもしたいと思うんですけど、それやらなかったらね、何の意味もない、ただの良い意図があっただけで、一番重要なのは今自分が何をしているのか。今してるものって過去の企画かもしれないしね、今してることが最も重要なんだよって思わないと、将来いいことしようなんてね、今しないとダメ、今でしょみたいないつするのそれを、今でしょって、もうあのね言葉は本当大事で、未来にね先送りするんですよ。ダイエット先送りでしょ、英語の勉強は、来年からやろうかとかさ、だいたいダイエットって明日からじゃん、今日は食べて明日からね、明日になったらまた明日から、これのね先送りの連続が人間なんです。だから今ねやろうと、いいことって大半はね辛いことな、努力のいることな、だから今すぐにその努力のいることを始めるのってね、意外とね辛いんです。でもその辛いことを始めて一生懸命頑張ってるうちに、その辛いのがねやがて楽しくなる、そうするとねいい循環が生まれるのね。で最初の辛さを先送りしちゃいけない、ダイエットとか筋トレとかね辛いんですよ。もう私もねいつもやってるんですけど、全然変わんなくて辛いんですけど、まあそれもね今でしょと思って、まあ、週に3回ぐらい、3、4回ジムに行ってるしね、ダンス週4回で体を動かして、大変なのこの年で動かすのも。だけどねずっとやり続けるとだんだん楽しくなる、ここがポイント。